1809年2月12日、アメリカで誕生。継母に読書の良さを教わる。貧しい家庭に生まれ、学校に行けず、独学。1834年、イリノイ州の下院議員に選出される。郵便局長もしていた。1837年、弁護士となる。1850年代、アメリカは北部と南部で奴隷制の拡大に対する対立が加速。1860年、大統領選挙が実施され、当選する。1861年、第16代大統領に就任。南北戦争の開戦。1863年、奴隷解放宣言を布告。この時の彼の言葉、人民の人民による人民のための政治。1864年、大統領選挙が行われ、再選。1865年、フォード劇場で観劇中に暗殺される。帰らぬ人となりました。26歳の時、うつ病を発症。彼のヒゲは、11歳の少女の助言で生やしていた。彼は誰？